皆さんこんにちは。今回はシワ改善クリーム6選を徹底比較していきます。今回はエイジングケア、保湿成分の充実度、肌への優しさ、保湿力、使用感、4つの観点から検証を行いました。ランキング下位から順に紹介していきますので、気になる商品があれば概要欄からチェックしてみてください。6位はワンバイ構成ザ・リンクレス S、 ピンと張りのある美しい肌へ整えると謳う商品。シワ改善、美白有効成分としてナイアシンアミド、正規成分としてビタミン類を豊富に配合している点が魅力です。肌への優しさも考慮された設計で、顔全体のエイジングサインが気になる肌にぴったりな成分構成といえます。保湿力の検証では個人差が気になるものの、水分量が 59% ほど増加しました。強く乾燥する肌には力不足ですが、普通肌のお手入れには十分でしょう。独特な柑橘系の香りは好みが分かれる場合があるので、購入前にチェックしてみてください。5位はコスメデコルテ IP ショットプルリポテントユースコンセントレート、押し上げるような張りと輝きに満ち溢れた肌へ導くと歌っているシワ改善美容液。シワ改善有効成分のナイアシンアミドに加え、美白有効成分としてトラネキサム酸を配合している点が強みです。肌への優しさは申し分なく、肌質を問わずに使いやすいでしょう。スキンケアのモチベーションを高める上品なフローラル調の香りは好印象で、こっくりとして滑らかなテクスチャーは高評価を得ました。塗布から4時間経過後の水分量はプラス 59% と、しっとりさを感じた割に潤いキープ力はまずまずの評価です。美容液として十分な保湿力ですが、乾燥しがちな目周りに使用するアイテムとしてはやや物足りないでしょう。4位はアルビオンリンクルリペアリフト、肌をふっくらと満たしながら引き上がるような張りを与えると謳う薬用クリームです。優しいフローラルの香りで、こっくりしたクリームはしっとり感があります。成分構成を見ると、オイル成分として密閉性が高いワセリンを配合していることから、肌の表面をコーティングする働きが期待できます。敏感肌でも使いやすいナイアシンアミドを有効成分として配合しており、肌への優しさも申し分ありません。保湿力の検証では個人差が気になりましたが、肌に合う人は大幅な水分増加が期待できます。3位はソフィーナリンクルプロフェッショナルシワ改善美容液、シワ改善に加えて美白効果も認められている薬用美容液です。香りはさっぱりしていて強くなく、さらっと肌に馴染んでベタつかない点が高く評価されました。成分構成を見ると、敏感肌でも使いやすいナイアシンアミドを有効成分として配合しており、肌への優しさに優れています。保湿成分としてグリセリン、ワセリン、疑似セラミドなどを含むため、肌を柔らかく保湿する働きが大いに期待できるでしょう。保湿力の検証ではほとんど個人差がなく、塗布してから4時間経過後も水分量を 73% 増加した状態を維持できたことから、乾燥しやすい目周りも十分にケアできると言えるでしょう。2位はファンケルサインズエフェクター、研究技術力を集結したエフェクターシリーズから登場したシワ改善クリームです。シワ改善有効成分として敏感肌でも使いやすいナイアシンアミドを配合、こっくりとしたクリームはかなりしっとり感があり、滑らかな肌に整います。保湿成分として高保湿なノーグリセリン、ジグリセリン、オイル成分としてリンゴ酸、ジーソステアリル、アルファオレフィンオリゴマーを配合し、エイジングケア成分は少ないものの、保湿成分の配合数は十分と言えるでしょう。保湿力の検証では、塗布4時間後まで水分量が 75% 増加した状態をキープでき、乾燥しやすいパーツの保湿ケアにもおすすめです。デリケートな肌でも使える商品を探す人や、濃密な使用感を求める人にぴったりの商品です。シワ改善クリームの1位はエストリンクルソリューションプラス、シワ改善だけではなく美白も叶え、潤って明るい印象の肌に整えると謳う薬用化粧品です。
軽い質感が好きな人には不向きですが、こっくりとした濃厚な使用感が好きな人にはもってこいと言えるでしょう。保湿力の検証ではトップレベルの潤いキープ力を発揮し満点評価を獲得しました。塗布から4時間経過後の水分量がプラス 90% もあるので、乾燥しやすい目の周りに使用しても十分に潤いをキープできるでしょう。成分構成も魅力的で、ユーカリエキス、海藻エキス1、硫黄性カモミラエキスなど多種類の正規成分を配合しています。こっくりした質感が好きな人、乾燥ケアを重視している人にぜひ試してほしいベストバイシワ改善クリームです。概要欄から購入リンクやマイベストの記事を見ることができるので、ぜひチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録とグッドボタンよろしくお願いいたします。